こんにちは、生態ニコニコサイドです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあたり、改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日は力みやすいあなたにおすすめのエクササイズということでお届けしたいと思います。で、前回ですね、緊張しやすい向けのエクササイズをお届けしたんですが、ちょっと今日はちょっとタイトルをちょっと変えまして、力みやすい向けの人におすすめのエクササイズということでお届けしたいと思います。で、これはですね、もう力みやすい、体がやっぱ緊張しやすい人っていうのは、まあ、痛みが出やすいです。出やすい傾向がありますし、痛みが改善してもやっぱりその痛みがぶり返してしまう、傾向がとても高いんですね。ですから体っていうのはできるだけリラックスできるようにしていった方がいいですので、特にですね、まあ、力みやすくてですね、どうしても、まあ、いろんな緩ませる、体をですね、脱力させて緩ませるエクササイズ、いろいろありますよ。私もご紹介しているんですけども、やっぱりそういうのをやっても、まあ、その時は緩むと。緩むけども、やっぱその後、やっぱり緊張しやすいな、というふうに感じる方はですね、結構自律神経の中でも、交感神経といいまして、体が緊張する神経、こっちがやっぱ優位に働いてたりします。やっぱりですね、仕事をしてたり、家事をしてたり、普段やっぱり、ね、分刻みでいろんなことをしてて、忙しいと。で、なかなかその自分の時間が持てなかったり、ホッとする時間がないという人は、特に交感神経といって、体が緊張して、まあ、攻撃をするような、まあ、身を守ったりするときに使う、そういうですね、アグレッシブな、行動的な神経があるんですけど、そっちが働いてるとどうしてもですね、緩んでもやっぱ緊張しちゃう、すぐ緊張してくる傾向がありますので、まあ、今日ご紹介するエクササイズをやっていただくとですね、それがですね、リラックス神経である副交感神経という神経が働きやすくなりますので、ぜひ実践していただいたらなというふうに思います。で、今日やるエクササイズはもう横隔膜といって、お腹のちょうど胃のあたりですね、ここにある筋肉があります。ちょうどその肺と内臓を分ける、横隔膜という筋肉があるんですけど、そこが動いてくるとですね、太陽神経層というここに、神経があります。それが副交感神経、そこが働きやすくなって体が力みが抜きやすくなるということになりますので、これをですね、ちょっと寝っ転がってやっていきたいと思います。こういうふうに寝ていただいたら、両足は伸ばしてもいいですし、曲げてもどちらでもいいので、やりやすい、寝やすい、あなたが寝やすい方でやってください。で、寝っ転がったら体がだらーっとですね、力が抜けるようにだらーっと脱力してみましょう。だらーっとします。腰もだらーっとします。背中もだらーっとして、首もだらーっとして、頭もだらーっとして、足の裏もだらーっとします。で、全身だらーっと脱力していただいたら、手がこんな風にお腹に乗るように置いてください。そしたら、だらーっとしたまま、自然にですね、頑張らなくていいので、自然に普通に呼吸をしてみてください。息を吸ったりですね、吐いたり自然にしてください。これ思いっきりやりますとね、頑張って深呼吸すると体が力みが発生してしまいます、してしまって緩まないので自然に呼吸します。で、自然に呼吸をしていただきますとですね、お腹、手、ちょっと手を置いてるあたり、ここに息が入ってきて、手がね、上に上がったり、息が抜けてって、手が下にペコーっとなってきたりすると思います。こういうふうに手がお腹に置かれますとですね、自然にお腹に息が入ってくるようになります。普段、お腹で、ね、なかなかね、息がお腹に息できない人でも、手がお腹に乗ってるとですね、自然にお腹に息が入ってきます。ということは、ここの横隔膜が下に下がっているんですけども、手をお腹に置くだけでですね、自然に横隔膜を使った腹式呼吸が自然にできるようになります。そうすることで、
先ほど言いました副交感神経の神経がですね、働いてきて体がリラックスするようになりますので、これをですね、ちょこちょことやるようにしてみてください。まあ、朝起きた時ですとか、あと寝る時ですとか、あとちょっとご飯を食べて、昼ご飯を食べて、ちょっとぼーっとしてる時とかに、ちょっと仰向けになって、お腹に手を置いてですね、ゆったり呼吸をしてみてください。そうするとお腹に息が入ってきます。ただそれだけでいいんです。体がだらーっとした状態で、普通に息をしていただくだけで、副交感神経が働きやすくなりますので、特にですね、やっぱ体が力みやすい人というのは、もう、この自律神経の交感神経と副交感神経があった時にもう相当交感神経働いてて、副交感神経がちょこっとしか働いてないんで、こういうちょっとした呼吸法だけで、これがですね、あの交感神経こんだけしかなかったですが、もうこれがですね、だんだん働くようになるんですね。だんだん働くようになります。ですから、慌てずですね、ゆっくり呼吸をしてみてください。またやってみてですね、わかんないことありましたら、コメントメッセージいただければと思います。ということで、本日は、力んで見やすい人におすすめのエクササイズということでお届けしました。本日もどうもご覧いただきありがとうございました。